まずはこのアーモンドですね。アーモンドをちょっとローストします。このままでもね全然食べるんですけど、少し香ばしくさせてあげる方が美味しいです。で、撮影します。うっすらこれを炒めて香りを出します。で、ニンニクを、これを半分に切って、中の芯を入れて潰しておきます。これを直接この水の中にで、これからシェリービネガーを入れます。で、これ残ったパンですね、これを少しだけ刻んでおきます。で、これをまた水の中に入れます。オリーブオイル入れます。大体25から30ぐらい入れます。香ばしく焼けたらこれを水の中に入れます。これをミキサーにかけます。ちょっと付け合わせにこのレーズンを少し散らして、これ完成です。で、飾りに